討伐軍は長篠の戦いに、しかし長篠で連氏と対峙した周泰をその一手はすぐにもたらされる。その時孫昌公は連氏との対決を避け、長篠での戦いで分かりました。この戦いで連氏に向き合っていれば。気にしてちゃダメ昌公、間違えた。幸い。そうね、絶対に連氏を取る。傭兵、行くぞ。戻ってきたのね。ここに待ってて連氏、今度こそ助けてみせる。まずは仲間を援護しましょう。連氏殿に彼らを撃たせてはなりません。残りはあいつらだけだ。まとめてひねり潰してしまえ。出番だね。一体どこから取り戻すんだから。出番だね。横槍が入った。カモン、まとめて蹴散らせ。我が軍の状況、無限の灯火のごとく。これ以上拙者が参る。仲間は失えぬ。救援か。逃げて。鬼が勝ってる。絶対に助けるわ。用心。仲間を襲わせるなんて許せない。当てろ。はい、はい、や
孔明が討ち取り申した、うん、挟み撃ちにしてしまえ。仲間の危険な敵援軍を排除する。目の覚める戦ぶり、お見事。これぞ武の極み。これぞ武の極み。やったね。よはいよーよはいよーよはいよー。やつら意外に粘りやがる。はいよまだか。人間ども、うん。
骨ごと噛み砕いてくれよ。やっやっ、このいらだちが見える。よマイル、せいぜいあがくがいい。マイル、お待ちかね、スプーダム、ホッホッハッハッハイヨー、ハッホッヘイヤ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 、電子殿と刃を交えられますか。それがしが代わりに。ありがとう、テオホ。でも大丈夫よ、私が自分の手で電子を助けてみせる。いい覚悟じゃない、ショウコ。でも忘れないで、あんたには仲間がいる。困った時には頼りなさいよ。浮いてちゃまい、おねごと噛み砕いてくれ。ふっちゃん、負の頂きが見えましたね。ふっへぇ、これぐらいにしといてやる。敵将、俺が討ち取った。拙者が参る。出番だね、拙者が参る。出番だね。拙者が参る。武の頂きが見える。かと見よ、これぞ武の極み。出番だね。ほっはっはいよ。拙者が参る。出番だね。はっはっはいよ。拙者が参る。出番だね。はいよ。Thank you.
射万枚。しかと見よ、これぞ武の極み。せいぜいあがくがいい。そう、孔明が討ち取り申した。悪い夢を見ていたようです。ひたすらに武の道を進むのみ。姫様、辛い思いをさせてしまいましたね。でも蓮子、よかった。さあ、これからは一緒に行きましょう。いいえ、私はこのまま妖魔軍に残ります。え、術にかかっているふりをして情報を集めるつもりです。姫様に刃を向けてしまった。そんな、蓮子。ご心配なさらず姫様、私を信じてください。長篠で皆様と戦う未来があるならば、 それでは未来上出来だ。やるじゃない。なし。嘘。やった。